甘酒バートは、青森県や宮城県などに伝わる老婆の姿をした、妖怪。三元社が1940年に発刊した、旅と伝説、財団法人宮城県市観光会が1956年に発刊した、宮城県市、財団法人日本ナショナルトラストが発刊した、自然と文化1984年秋号に伝承が、記録されている。 夜中に甘酒はござらんかと民家を訪ね歩く。これに答えてしまうと甘酒がある。ないのいずれの返答でも病気になる。この妖怪の来訪を防ぐためには戸口に杉の葉を吊るすと良いと信じられていた。似たもので山梨県では甘酒バンバーが毎晩甘酒や酒を売ろうと家々を訪れていたが戸口に甘酒や酒は嫌いだと張ると来なくなったという。 かつて江戸では流行病の時期、薬病神である甘酒バーが甘酒はないかと言いながらやってくると言われ、江戸各地に口術のような咳を収める老婆の心臓があったことから子供を抱える母親たちは急いでこの心臓を拝んだという。文化14年から文政3年にも江戸、京都、 大阪の三都や名古屋などの大都市でもこの甘酒バーの噂話が流行しており、人々は甘酒バーの甘酒を売る声に返事をすると、流行病を患うと言って恐れ、前述の杉の葉や南天の枝、唐辛子を門口に吊るしたり、上手言うと書いた紙を貼っていた。この噂話は、本来は放送を患うという話が伝聞を経て、 単なる流行病へと変化したものと見られ、このことから、甘酒バーとは、放送の薬病神である、暴走神のこととする説もある。また、長野県飯田市では、冬の寒い真夜中に、民家の戸を叩いて、甘酒を売って歩くものを、甘酒バーと呼ぶ。東京都文京区、日輪寺の甘酒バー地蔵東京都文京区の、日輪寺には、甘酒バー地蔵という地蔵があるが、 これに関しては、蒸気の妖怪とは異なる伝承が残されており、ある老婆の甘酒が風に効くと評判になり、その老婆の死後、遺徳を忍んで建てられた像とされている。別説では、かつて日輪寺の近くで甘酒を売っていた老婆がひどい、咳に悩まされ、同じ病気の人々を救いたいと言い残して死んだという。この地蔵は、寺の住職が老婆の姿を刻んだもので、 やがて咳に悩む人たちが甘酒を備えて祈願するようになったのだという。ありがとうございます。